はいどうも、関西クラクラクラブのコミーです。さて本日もですね、無課金弱者連合ネオさんとのね、対抗戦の中から厳選したねリプレイをお送りしていきたいというふうに思うんですが、今回はですねちょっとテーマが前回の動画と被ります。そちらのね内容を少し引き継いでお話ししていきたいんですが、相手の村の弱点に合わせた戦術の選び方ということで、今回はですね、タウンホール12バージョンでお届けしていきたいというふうに思います。見てもらいたい動画は2つありまして、くるみんさんっていうね、関西クラクラクラブのあのリーダーじゃないわ、リーダー私だったエースがあの攻めてくれたねアタックになっておりまして、これねちょっとまず1本目見ながら前回の動画のね振り返りを少し、こちらご覧いただきながらね、聞き流すような感じで聞いてほしいと思うんですが、前回お話ししたのは、相手の村の弱点っていうのをまずは見極めましょうと。何が弱点かっていうと、イーグル砲、アーチャークイーン、インフェルノタワー、防衛援軍、このあたりっていう話をしました。で、タウンホール12になってくると、ギガテスラ、これもですね、非常に、強力な、防衛力持ってますんで、弱点に加わってきます。で、これらを効率的に破壊できる場所、一番多く、破壊できる場所っていうのをまず探すんですね。そうすると、今回で言うとここですよね。このエリアに入っていくと、相手の、防衛援軍、アーチャークイーン、イーグル砲が潰せるという話ですね。で、じゃあそこを潰すための、攻め方何がいいの ?2 つ大きく分かれると思います。食い火でやるのか、ないしは、ヒーラーを使わないようなユニット構成でいくのかですね。これはどう見極めるかっていうと、クイヒーを使うんだったら、アーチャークイーンプラスヒーラー、このコンビが最後の最後まで生き残るっていうある程度の、確信がない限りはやんない方がいいと思います。特にね、ヒーラーってクイヒーって、クイーンがやられてしまうと、今回みたいなね、ラバーハウンドとバルーンなんか使った場合、もうヒーラー全部無駄になっちゃうじゃないですか。すごいね、コスパ悪いんですよ。なんで、こういう時には使わない方がいい。で、逆にヒーロー、クイヒーが最後まで生き残るんだったら、クイヒーでやる。こういうね、考え方でいった方が、いいかなっていうふうに思います。で、その後のパートって、多分皆さん大きく4つ、戦術をね、考えると思うんですよ。ドラゴンラッシュなのか、ラバハウンドとバルーンで回していくのか、オグライダーなのか、ディガーなのかですよね。で、まずこの空か陸かっていう点でいくと、今言った弱点を壊すのと同時に、どれだけの施設を巻き込めるかによって変わってくると思うんですね。例えば、今ここ、壊していきましたけども、その壊すついでにですね、対空砲やエアスイーパー、あとはインフェルノタワーとかをどれだけ多く巻き込んで壊していけるか。で、対空施設ですよね、対空砲やエアスイーパーを大きく壊せるんだったら、ラバーハウンドとバルーンっていうのを使っていくっていうのがいいってありますよね。間違えた。ごめんなさい。そうですね。壊せるならラバーハウンド、バルーンを使っていく。ないしは、ドラゴンを使っていくっていう空攻めのパターンに持っていけますよね。で、一方で、それが全然壊せないよっていうんであれば、空は結構苦戦します。なので、陸パートになっていくという話なんですよね。で、ホグライダーなのか、ディガーなのかと、いう選択肢になってくる。で、今回、それぞれね、ラバルとドラゴン、どっちを使うの、ホグとディガーどっちを使うの、この辺のね、比較もちょうど話せるリプレイなんで、ここから先は、動画のね、解説をしながら見ていきたいと、話していきたいというふうに思います。で、まずここ、ここを壊すのに、なんで、食い火じゃないのっていう話をね、していきたいと思うんですけども、これね、壊すときに食い火で入っちゃうと、これ見てほしいんですよ。クロスボウ2機、対空砲、こっちにもクロスボウがあって、エアスイーパーもある。こんなゾーンなんですよ、ここって。つまり火力がものすごい集中しちゃうんで、ヒーラーで回復させようと思っても、回復してる速度よりもダメージの方が大きくなっちゃって、多分途中で食い火やられちゃうなって思ったはずなんですね、クルミンさん。なんで、それよりは、もう体力があるうちに一気に押していけるバーバリアンキング。で、さらに、このね、ロック
ウォールバスターの中に入れたバルキリー、こいつらを使って一気にこの壁の中を蹂躙しちゃおうっていう考えなんですね。非常に合理的ですよね。で、今回ね、秘書権で攻めてるんで、中身防衛軍がラバハウンドと、ベビードラゴンって分かってます。なのでアーチャークイーンをあえて中に入れずにですね、ラバハウンドはもう無視していこうっていう考えですね。で、ベビードラゴンだけポイズンで処理。で、ちょっと一回止めますね。この状況で見てほしいんですけど、残った施設って、まあ、こんな風になっているわけですよ。こんな風に。ここ非常に広いですよね。ドラゴン使っちゃうとドラゴンがこの幅全部広がっちゃうので呪文の恩恵受けられずにバラバラになっちゃうっていう風に多分クルミさん考えたんですよ。で、今回はラバハウンドとバルーンのコンビを選んだっていうことですね。で、ですね、さらに言うとここですね、こういうところもしカットできるんであれば、ね、バーベリアンキングの中を今回使って中入れちゃいましたけども、中入れずにこっちを歩かせるんであれば、ここでドラゴンで押していくってこともできたかもしれません。対空砲がね、3本残ってるんで結構厳しいは厳しいんですけども、まあそういう手も、あったでしょうね。で、さらに今回空にしたもう一個の理由っていうのは、対空砲が結構ねいいところにこうあるんですよ。こういう風にで、対空砲にもありますよね。で、対空砲に対してラバハウンドが向かっていくじゃないですか。で、この対空砲にラバがついた時点で、今見てください、これフリーズかかってますよね。こんな風にフリーズをかけることによって、効率よく、対空砲とインフェルノ両方とも貫封できちゃうようなこれ配置になってるんですよ。ほら、ここもそうですね、使ってきますよね。で、こういう風に完封できるんだったら、むしろ、バルーンとね、ラバハウンドで押していった方が、ディガーだったり、あとはホグライダー、まあホグライダーって言ってもあったと思うんですけど、を使うよりも効率がいいっていう風に考えたんですね。ホグライダーって、巨大爆弾なんかをどんどん踏んでしまうと、インフェルノなんかをね、フリーズで凍らせたとしても、やっぱヒールの呪文が必要になってきちゃう。っていうわけじゃないですか。で、かつバネトラップなんかもあったりするんで、ラバハウンドとバルーンのコンビに比べると比較的は自効率が高い。なのでラバハウンドバルーンのコンビを使えるんであればそっちの方がいいわけですよ。自効率が少ないんで。で、今回結構対空砲とインフェルノがたくさん残っちゃってはいるんですけども、効率的にフリーズで固めながら、そこをね一気にヘイストで加速して潰していく、この繰り返しができるっていう判断によって、クルミンさん、ラバハウンドプラスバルーンのコンビをこの攻めの中に組み込んだというところだと思うんですね。ちょっとねこれイレギュラーというか少し難しい判断になってくると思うんですけども、これ結構上級者の方なんでね、かなりこのクルミンさんはこういう判断でやったと思うんですが、まあ、最初はね今のところもしかしたら、結構ね回復というか、まあインフェルノがいっぱい残っちゃってるんで回復優先で、まあ、ホグライダーっていうね手も、別になしではないと思いますんでね、まあ、そこは今のようなね一歩深い気づきができる方はですね、ラバーバルーンを使ってもらえばいいと思うし、ちょっとこれは厳しいなというふうに思う方はホグライダーを使っていく、まあ、どっちでもこの村に関してはね多分いけるんじゃないかなというふうに思います。何度も言いますが、事故が少ないのはラバーハウンドとバルーンなんで、このラバーハウンドプラスバルーンのコンビでいけるんであればそっちを選んだ方が、まあ、比較的ね確実性が高いということですね。で、この村、じゃあどうかっていうと、ここはですね、クイヒーホグで落としていくんですね。どんな風に落としていくかっていうと、ここにクイヒーコを入れていくんですよ。ここに。まあ、相手の弱点はわかりますよね。今までの話の通り、リーグル砲、防衛軍、アーシャークイーン、まあ、あとインフェルノ。この辺を見ていくと、やっぱりこのゾーンっていうのが、まあ、弱点に見えるんですけども、ここのエリアがね。なんでここクイヒーなのって話なんですよね。めちゃくちゃダメージ集中するんじゃないのって思う方多いと思うんですけども、そこをねちょっとよく見てほしいんですが、横打ちされるわけじゃないんですよ。クイーンが、わかりますかね、言ってる、ちょっとわかりにくいかもしれないですけども、今この辺にクイヒーをね、まあ、クイーンを入れた場合って攻撃力が高いこのクロスボウをどんどん自分でこう壊しながら前に前に進んでいけるわけなんですよね。なので、横からこういうとこからねガン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 こうクロスボウで撃たれまくっちゃうっていうことがないわけですよ。
この辺も全然防衛姿勢じゃないじゃないですか。なんで目の前のクロスボウさえ壊せば、見てください、これそんなにクイーンとかこのウォールバスターにダメージ集中してませんよね。あの比較的穏やかに進められてると思いません？でこういう風なね、ゾーンを見つけた場合にはこれはもうクイヒーでいった方が最後までクイヒーをね残せる確率が高いので、非常に効率的です。じゃあクイヒーでいきましょうって判断になるわけなんですよね。で、残った施設を見ていきましょう。そうすると、まあ、いくらねここをクイヒーでこう潰したからとはいえ、まあ、大量にこう残っているわけなんですよね。ここ外が幅が広すぎるので、まあ、ディガーを使うにしてはちょっとね、バーバリアンキングもここで落っこちちゃってるんで、外のね、こういうとこカットもできませんから、ホグライダーを使ってなるべくね、壁の外の防衛施設は無視、壁の外の施設は無視しながら、防衛施設だけを、壊していける。そうすると、狭い区画をこうね、歩いていくことができるので、ディガーでもではなくて、ホグライダーを選んだというところですね。でホグライダーたちがこう最後までヒールに乗って回っていけると。で、まあ、空はどうなのっていう話もあるんですけども、あの今回はですね、まあ、インフェルノタワーが3本壊ったことに加えて、まあ、さっきみたいにフリーズでね、効率よく対空砲と一緒に凍らせられるっていうパターンでもなかったと思うんですね。なのでであればもうホグライダーで回していってしまおうというふうに、まあ、クルミンさん考えたんじゃないかなっていうふうに、まあ、推測いたします。まあすごいですね。この発想力っていうのはかなりレベルが高いと思うので、これができなきゃダメなんだっていうわけでは私決してないと思います。ここまでの発想力をね求められるような全開を求められる場面っていうのはそんなに多くないと思うんで、もしねまだこの1本前の動画見てない方がいらっしゃったら、それタウンホール11バージョンなんですけども、そっちの方が今のね、配置による攻め方の選び、攻め戦術の選び方、これはね比較的まあ分かりやすく見てもらえるんじゃないかと思います。これはねもうかなり上級者向け、私もとてもじゃないけどこの村を見て今の発想ができるかって言われたら多分別の方法で攻めていきます。ただ重要なことっていうのは今言ったように弱点を見極める、そこに対してどういうふうにアプローチしていけるか考える、そのアプローチが、クイヒーで、ちゃんとクイーンを最後まで生かせられるのか、これ生きてますよねこういうふうにね、生かせられるのか、ないしは途中でもやられちゃうような場所に、飛び込ませざるを得ないのか、それによって、クイヒーか、それ以外のもう、ヒーラーをつけない戦術なのか選ぶ、あとは、ドラゴン、ラバーハウンド、バルーン、ホグライダー、ディガー、それを残った施設がどういう格好になっているのか、どんな施設が残っているのか、まあ、この辺を 見比べながら選んでいくというね、このアイデアというか考え方だけはね、この動画で皆さんにお伝えできたら、私がいいなと思っているポイントでございますので、ぜひね、頭の片隅に留めておいてもらえたら非常に嬉しいなというふうに思います。はい、というところでね、本日は失礼いたしますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。